平野翔は、トベのリーダーとして驚異的な成長を遂げています。広告業界も熱い注目を集めています。トベのフロントマン、平野翔が選んだ意外な道。その真相とはトベの初のコンサートが、東京ドームで14日から17日まで開催されています。出演アーティストには、三宅健44、北山博光38、 ナンバーアンダーラインアイ I、IMP、そして大東立ツキ、19と研修生が含まれており、ファイナルは Amazon プライムビデオで世界同時配信されます。滝沢秀明氏、41が率いる芸能プロダクションは、わずか1年でドームに進出しました。所属するタレントは、オーディションで選ばれた研修生も含めて約20人に増えましたが、 フロントマンはナンバーアンダーラインアイの平野翔二十七27です。ナンバーアンダーラインアイは昨年10月に始動し、平野翔神宮寺ジン二十六ユータ26、ガンユータ28から成り立っています。今年1月1日にリリースされた初のオリジナル楽曲、ゴートのミュージックビデオは3日間で1000万回以上再生され、YouTube のデイリーランキングで世界1位になりました。 そして、この MV は公開から2ヶ月で4000万回以上再生され、YouTube には16万件以上のコメントが寄せられるなど大きな反響を呼んでいます。小学生の頃からダンスに打ち込んできた平野は、世界的に通用するパフォーマーになりたいという強い願望を抱いていました。しかし、旧ジャニーズ事務所、現在のスマイルアップ時代のグループ、キンプリは、 王子様系のアイドルグループとして知られており、平野の抜群の人気にもかまわらず、彼には俳優やバラエティ番組出演のオファーが絶えませんでした。しかし、彼はこのままではグローバルな挑戦が難しいと感じ、25歳の時に海外で活躍できるグループになることを目指して頑張ってきましたが、中略、全力で取り組んだとしてももう遅いなと感じてしまい、目標を失い、 今回の決断に至りましたというメッセージとともに、旧ジャニーズを離れる決断をしました。退所後、韓国の大手芸能プロダクションである HYBE やグローバルなエージェントからのオファーがあった中、平野は戸部に参加しました。彼のインスタグラムのフォロワー数は418.9番人であり、旧ジャニーズのタレントでは山下田智久。 38に次ぐ2位の人気を誇っています。2022年3月12日時点。今年に入ってからは、広告業界でも彼の存在感が際立っています。イブサンローランボーテのリップ、ルージュピュールクチュールのアジアアンバサダーに就任し、新 CM が公開されると、東京、表参道のフラッグシップブティックの売り上げは前日比で約540倍に増加しました。 また、ルイ・ヴィトンとのパートナーシップも締結しています。さらに、2月にはサントリー人緑 SUI のテレビ CM がオンエアされ、発売2週間で緑人相打感の売り上げは前年比約230%増加しました。そして、今月にはコンタクトレンズボシュロムアクアロックスシリーズのイメージキャラクターにも就任しました。 広告業界では平野の存在が大きな影響を持っていますが、この状況はまだまだ続くとエンタメライターの伊藤宮雅子氏は予想しています。戸部では平野がトップです。これは金プリで培ったパブリックイメージがあってこそ、当時から表紙を飾った女性誌が完売10番になるなど、彼の人気は圧倒的でした。ジャニーズ大処後、 一時期は人気低迷が危ぶまれましたが、そんな心配は気有に終わりました。世界水準で制作した MV と SNS を駆使した PR が大成功を収めました。期待される民放の主演作復帰も時間の問題でしょう。アマプラのテレビ CM では平野が目立つ場面から始まります。飛べのアイコンは間違いなく平野です。 彼の才能が急ジャニーズでは十分に評価されていなかった可能性がありますね。広告業界での平野の成功はまだまだ続くでしょう。エンタメライターの伊藤宮比奈子氏はこれについて、戸部では平野一強と言っても言い過ぎではありません。これは金プリで培ったパブリックイメージがあってこそ、当時から表紙を飾った女性誌が完売10番になり、 出演した CM の商品がバカ売れすることで有名でした。字屋に対処でテレビの世界から一旦姿を消すので人気低迷が危ぶまれましたが、そんな心配は気用に終わりました。世界水準で制作した MV と SNS を駆使した PR で大バズり、期待される民放の主演作復帰も時間の問題でしょう、と述べています。アマプラのテレビ CM では、 トベのアイコンである平野が最初に登場します。彼の存在は間違いなく、トベにおいて非常に重要な位置を占めています。